はい、おはようございます。また秩父に来まして、車止めから20分ぐらい自転車で走ってきたところです。今日はですね、この同行の若い方と一緒に、ネットで知り合った方と一緒に来ました。はい、自転車で2人で。というわけで、ここからやってみたいと思います。第1投、いってらっしゃい。かわいいイワナちゃん。シブエアなんすね。お腹がオレンジだから。完全にこれはシブのイワナですね。目が赤いな。緊張に行きますよね。ここだけちょっときついな。よし、2億かな。2億だろ。結構いいの集めます。よし、さっきよりサイズアップね。20センチぐらいあるかな今回は。ほい、20センチはありそうですね。今度は綺麗でね、渋い罠ですね。え、あれやってみようかな。100円ショップで買ってきた天ぷら作るやつで、ほらみんなプラスチックでやってるやつの代わりにやってます。でもほらちゃんとね、なってますね。綺麗な渋い罠。あんまりやると弱っちゃうから逃がします。進みます。いやー今日はいいですわ。やっとシーズン突入してるって感じ。
いないかな。いそうなんだけどね。ダメだな。ダメやな。そうなんですよね。取られちゃってるかな。追っても来ないからいないんでしょうね。うわー、もういいところに必ず枝があるね。はい、ダブルです。ダブル向こうも釣れました。はい、釣れてました。またまたカメラが回し忘れてまして、はい、よし、ほらまた20センチぐらいの岩野さんです。さあ最後のポイントです。よっ、ダメ。まあ一回やっちゃっ、一回見切られたらね、なかなかのダメっすよね。
はい、これでおしまいですね今日は。はい、ありがとうございました。今日は終了。